Yes, I remember the rock and roller's face perfectly, right down to his eyebrows, eyes, and cheek color. I just can't remember when I last saw him. Maybe last year, or the beginning of this year.Like you can't remember your lover's face exactly, although you are in love. My parents took me to a country called Japan on vacation.Remember. しかし、あいつ一人で始められますかね。俺もよくわからねえよ、今はな。ただ、嫌ならやめちまえやいいのさ。人間が人間を集めていくためには、理屈じゃねえ部分が必要だとマクさんは知ってらした。誰も文句言わねえ。もうあいつ一人の問題だ。それじゃあみんな、新しい人生かっこいい生き方しようぜ。シゲさんも楽しかったっすよ、この3年間。思い残すことねえよ、うん、元気だな。さらば初代昇魔くん。やばい。今日は気合い入れて走んぜ。鉄髪ドド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 ド。It's not fun at all here.Tsuchido Beach is nothing compared to Waikiki or Moria. What's the mystery? The intrigue? What about ninjas? Godzilla? Where is Shogun Daddy? Oh. Sam, stop annoying your daddy. Tsuchido is close to Oiso, where Daddy's friend Mr. Tanaka lives. It's also close to Kamakura.We brought you here because we felt you're not a child anymore. You'll be in high school this year. This trip is to celebrate to our anniversary. Okay, I won't bother you anymore. I'm going out. Sam, don't go out of the hotel. I tell you if I see a ninja.同じような家や小さなビルばっかりでちっとも雰囲気のない国ね。つまらない旅行。まだホテルが見える。もう少し行っても大丈夫ね。
ま、何これ、何かの機械の一部かしら。まったく、こんなもの道路に堂々と捨ててあるなんて、日本っていう国は公衆道徳もなってないわね。うん、せんだよこの野郎、何か文句あんのかよ。こらこら、お前先生に向かってその口の利き方は何だ。ごたごた言ってんとやっちまうぞこの野郎。石川、いつまでもそういう態度だとせっかく受かった高校受験取り消されるぞ。上等じゃねえか。先生どうしました。石川、お前か。なんだよゾロゾロとよ、俺をどうにかしようってのかよ。いや、こいつがまた遅刻をしてきたのを見つけましてね。腹が痛いからうんこしてたんだよ、悪いかよ。嘘つけ、先生もいい加減許さんぞ。このせいぞじじい、やんのかよ。偶然に早く生まれただけで威張ってんじゃねえよ。けえこの野郎、この野郎、やめろ。いいっすか、やめんか。またアキラ君やったらしいぜ。もう今年で5回目だろ。危ねえなあいつ。だいたいあいつ目つきが変だろ。危ねえよ。あ、アキラ君どうよ、かなり絞られたべ。関係ねえよ、沼山の言うことなんかしかといちまえばいいんだよ。分かったような口聞いてんじゃねえよ。よう、な、何すんだよ。蹴りくれたんだよバーカ。なんだよ。サマンサ。ん？江口洋介。
Tsuji Yokes? Are you a ninja? Ninja のバイトなんかしてねえぞ。道路工事だよ。こいつ買うために、おかげで給料袋空になっちまったんだ。よかったら日本の記念にやんよ。A motorcycle. Is this your house? すごい。自分で部品を組み立ててるんだわ。陽介、てめえがもうすぐ高校生だってんで、俺の部屋やったんじゃねえかよ。うっせえな、分かってんよ。反射のプロンばっか作ってねえで、少しは机の周り片付けろっと。てめえこの野郎、勝手にしてんじゃねえよ。てめえこの野郎、もう決まってんじゃねえぞ。いや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 、弟のくせに兄貴に反抗するんじゃ。おい、おめえよ、どこで外人の女なんてナンパしてきたんだよ。うっせえな、てめえには教えねえよ。Ride a motorcycle? Eh? Are you old enough to ride a motorcycle? Oi, Aniki, nante itten yo? Omei wa shougakusei nano ni taisha ni noreru no ka tte ittoru yo? Kore demo chiimu no atama hotten da ze! Tte tsutaete kureru? Sonna muzukashii eigo naratte ne yo? Gaijin wa na, nihonjin no tsura o 10 sai kurai wakaku shika mirare ne en da yo? チーム、パープルハイウェイオブエンジェルス、湘南爆走族。紫の道路の天使たち、チーム。リーダーは俺、メンバーは。これから集まるんだ。この子何のこと言ってるのかちっともわからない。わかんねえかな。チームは俺一人になっちまったけど頑張り通す。こういうのをつっぱらかるって言うんだ。あの言葉、一番最初に聞いたのはその時だった。大変、ホテルへ帰らなくちゃいけないんだった。Excuse me, how can I get to the seaside hotel? ん? How
can I get to the seaside hotel? How can I get to the seaside hotel? How can I get to the seaside hotel? なんだバカ野郎、日本語使え日本語。How many times do I have to ask? Seaside hotel! Seaside hotel! なんだ、すぐ裏だったのか。まったく手がつけられませんね。同級生に対する暴力行為も度が過ぎます。申し訳ございません。お母さん、これは学校側だけの指導の問題じゃないんですよ。まったく、アキラ君には家庭ではどういった教育をしとるんですか。私だってこんなに彼に殴られて人間の尊厳をバカにされたようなもんです。卒業までもうすぐだというのにこういうことが続きますとね、教師だって限界がありますから。他の生徒にこれ以上危害を加えるようなことがあれば叱るべき処置になりますからね。アキラ、アキラ、母さん情けないよ。何回学校へ来さりゃいいんだ。うせえなババア、別に頼んだわけじゃねえだろ。嫌なら来んじゃねえよ。そんなにあんた学校合わないんだったら、親のすねかじって中学なんか行かないで自分で働いて母さんたちびっくりさせてごらん。あんた昔の父さんによく似てるよ。俺は強えんだぜ。あんなヒョロヒョロの米付きバッタと一緒にすんなよ。なんだ米付きバッタって。いつも客にペコペコ頭下げまくってみっともねってこったよ。あんたにお父さんを、お父さんをそんな風に言う資格があるか。誰があんたを貧乏してまでここまで育ててきたんだ。うるせえ、別に誰も産んでくれって頼んじゃいねえよ貴様ば。そんなセリフもどうせ他人の言葉の借り物だろう。人の悪口言うにしてももっと自分で考えて言ったらどうだ。アキラ、うせえ、早くくたばりやがれ。アキラ、アキラ、バッキャロー。こないだだってよ、シカトしたっつって殴りやがんで。まあ近づかねえ方が無難だよな。あ、俺先帰るぜ。お、俺も帰る。俺も帰るぜ。それじゃあ俺も。待ってくれよ。俺と遊ぶのが嫌だよ。おめえ何考えてんのか分かんねえし、おっかねえから仲間になりたくねえよ。俺一人で上等だ。俺が怖え、てめえらの根性がねえだけじゃねえか。
い嫌い嫌い大嫌い日本なんて。みんな不親切で、みんな無表情で、日本なんて大嫌い。眠れない。旅行のせいかしら。あの子まだあのモーターサイクルいじってるかな。からかいに行ってやろうかな。途中で眠っちゃったのね。このモーターサイクルで風の音を聞いてるの？飛ばしすぎて風邪ひかないようにね。アキラ、何しかとしてんのよ。今日はもう帰るんだよ。気が向いたら寄れよ。アキラ、今度いいことしようね。大人の遊び教えてあげるよ。せえ、なめんじゃねえよ。冗談だろバカ野郎。すぐムキになりやがってガキ。だからてめえには友達が一人もできねえんだよ。自業自得じゃねえか。おい、もうやめてやれよ。俺とお前は一生友達だよな。友達な。友達だ、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 友達だ。寒気がすんぜ。バカ野郎、てめえなんかたちでもなんでもねえ。おい待てこら。よてめえちょっと金持ってねえかな。なめんじゃねえよこら。くな、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 くな。じゃねえぞこの野郎。お、喧嘩だ。てめえてめえてめえ、たい焼きかよ、たい焼き、たい焼きかよ。かえそうに。相手は完全に伸びてんぜ。け、け、けれ、けれ、けれ、け、けれ、けれ、け、け、けれ、けれ。I talked to Mr. Tanaka. She said he'd pick us up at Oi Station. Sam, what's up? What's wrong with you today? She said she didn't want to go with us. She's only a child. Today, I was going to take her motorcycle.
あの子が嫌だって言っても一度は乗ってみたいもの。 Sam, stop it! My friend will laugh at us. あの子本当にモーターサイクルが好きなんだな。可愛いじゃない、やんちゃ坊主っぽくって。あのホテルに帰ったら行ってみよう。国にいるボーイフレンドのマイケルには内緒よ。What's wrong with this? You made it and broke it? Why? Why did you break it? You really worked hard on it. Somebody broke it? Don't bluff! I know you were crying. What happened?Wimp! If somebody did this to you, you should get even! My boyfriend Michael is much tougher than you. He has a dream to live in the country, far away from big cities. No one ever stops him from doing what he wants.Stingy. Bus. Zoku 同士の喧嘩だぜ。どこだどこよ。一陸艦長と小爆らしいぜ。小爆って確か解散したって聞いたぜ。面白そうじゃん。とにかく行ってみようぜ。これは殺し合いだよ。しかしあいつなかなかやるじゃんかよ、たった一人で。誰だあいつは。知らねえな。あんなに強いやつが湘南にいたんだな。俺よりは弱えな。俺の方がもっと強えぜ。ふざけんじゃねえぞ。人のバイクめっちゃくちゃにしやがって。くっしねえや。吠えてんじゃねえよ。ふなかわって。待ってくれ。
逃げてんじゃねえぜから。誰が逃げるって？逃げやつは来いや。おらおら、まだやんのかおめえら。From my parents today. They went to Izu. I can be with Yokesu all day today. Are you okay? なんかわかんねえけど。Okay よ。お前外人の女チームに入れる気か？先輩の大橋さん。ミスター大橋。Hello, Purple Highway of Angels。湘南爆走族の重鎮だ。初代だがな。今バリバリの造り酒屋の息子。わかる？ Japanese Rice Juice。Do you know？ カズキ、いつまで油売ってんだ！お邪魔してます。江口か、おめえも和樹みてえに親泣かすんじゃねえぞ。うっせえな、てめえには関係ねえだろ。引っ込んでろよ。金やろ、親に向かってなんで口利きやがる。バケル、親だと思って威張ってんじゃねえよ。バケルとはなんだ。親でもあるけど社長でもあんだぞ、このバケル。彼も紫の道路の天使たち。ヒーズロックンローラー。江口、ジュースのタンクなら確か山田が持ってたはずだ。もう退社やめたってからもらいに行く。はい、ありがとうございます。ヤッホー、ヨケス、ヨケス、ヨケ。いらっしゃい。なに、GS のタンク。あいちち、ああ、あるぞあるぞ。二代目のためなら何でもくれてやる。裏の駐車場に捨ててやる。10個でも100個でも好きなだけ持ってけ。かっちゃん、1個しかないでしょ。サイトシーン。 Yes, have a nice day. You're a very nice couple. We're not married, just living together. We run away from our familiesSo exciting! Yo, 二代目、すっぱらかってるか？二代目か！焼けたぞ、草屋。先輩、やっぱ外人にはこの匂い無理っすよ。全部先輩なんだ。
みんなロックンローラー。 They are all so nice。 日本のロックンローラーってプレスリーやワッツドミノとは違うのね。いいか、昨日の深夜、イチジク艦長の数人がだ、集会帰りに喧嘩で大怪我しとるんだ。しかも湘南爆走族がどうのこうのと言っとる。お前らだろ、こら。冗談じゃねえっすよ、おいら引退したんすよ。今は真面目にラーメン修行やってんすから。真面目に。何が真面目だ、絶対証拠探してやるからな、覚悟しとき。お尻ピンピン。しげさん、しげさん、似合ってますね、その格好。やったな。そうか、なんとか生き返りそうか、GS は。向こうはチームがおめえ一人になったってんで、日頃の恨みを晴らしたいんだろうが、一塾艦長の嫌がらせもお釣りがでかかったな。さすが二代目、気合い入れて突っ張らかってんぜ。突っ張らかる。うめえかい、お嬢さん。スープは俺が仕込んだんだ。ひげおっか、何やってんだ。出前頼むぞ。たくこの店はよ、麺のこね方も下手くそな上に文句も一緒にネチネチしていやがるからよ。あ、そうだ、お嬢さん。しげさん、何考えてんすか。私の日本だ。Way to go, Yuki! Way to go! Way to go! Go, go, go! Way to go! Way to go! Go, go! Go, Yuki! Go, go! Way to go! Way to go! Go, go, go! Way to go! お父さん、お父さんからもアキラに言ってやってくださいよ。おめえ、学校がそんなに嫌いか。うるせえよ、米つきばったに文句言われん筋合いはねえよ。母さんに聞いたぞ、米つきばったとはうまいこと言うな。
アキラ！なんだよ！あんた、お父さんの気持ち知らないから、そんなこと言えるんだよ！なんでお父さんが、あんたが子供の頃から一緒にお風呂に入らなかったと思うの？海水浴に連れて行かなかったと思うの？あんたしょっちゅうそれで拗ねてたけど、お父さんの裸、あんた見たことないだろう！なんでだか知ってんのかい！信子！飯がまずくなる。やめろ。お兄ちゃん、いい加減にしてよ！どうしていつもいつもいつも夕食の時に喧嘩ばっかりするのよ！お兄ちゃんのバカ！お兄ちゃんがそんな風だからみんなが怖がって、あたしにも友達できないんだよ！この間だって、学校で作文の宿題が出て、兄弟のいる人は兄弟のこと書かなきゃいけなかったのに、お兄ちゃんったら警察や喧嘩の話ばっかりで何も書けなくて先生に怒られちゃったじゃないか。お兄ちゃんのバカ！うるせえ！誰も俺の目を見て話すやつはいねえんだ。兄ちゃんだってアンナのことをいじめるつもりで喧嘩してんじゃねえぞ。俺は何ぶつけていいか分かんねえ力がガンガンに有り余ってんだよ。アンナ、兄ちゃんにそんなことを言うんなら俺の目見てまともに喋れんやつを連れてこい。俺と怠慢張れるやつを連れてきてみようよ。知らないわよそんなこと。やめなさいあんたたち。くらえバカ野郎。石川のバカ野郎。てめえなんて明石宇宙から来てしまえ。てめえなんぞ毛玉だから。なんだこの野郎、何しやがるんだよ。てめえら誰だ、殺してやれ。逃げろ。待てこの野郎。なしてチキショチキショチキショ。じゃあ俺の中のどうしようもねえこの力をどこにぶつけりゃいいんだよ。わかんねえよ。俺は感じた通りやってんだけなのに、そんでもてめえらみんな俺を避けてくのかよ。バカ野郎。親父、親父、初めて見る親父の背中。お前と一緒に風呂に入ってやれなかったり、一緒に遊んでやれなかったのはこういうわけだ。隠すことなかったのによ。お前がグレた考えを持つといけねえと思ってな。アンナと母さん泣いてたぞ。俺も今のお前の気持ちわからんでもない。いつか男同士の話ができるようになったらゆっくり話し合おう。女を泣かすやつはまだ半人前の男だ。
やっと見つけたぜ。てめえこの間よくもひでえ目に合わせてくれたな。なんだこの間のチンピラか。もう一回やられたいんかよ。今度は五人だ。袋にしてやら覚悟しろい。赤潮中万角石川明をなめんじゃねえぞ。何て、てめえ厨房だったのか。悔しい。終わったな、あっけない幕切れだ。あいつ知ってんぜ。確か赤所のバー張ってる石川とかいうやつだ。結構強えじゃんか。俺の方が強えな。バカ、俺の方が強えよ。ま、俺たちの相手じゃないか。そういうこと。親父のバカ野郎。感謝直すのに付き合ってくれた俺。
You wimp and stubborn, but also sweet. You really crying, weren't you? Tell me the truth. バラかってんぜ、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 バラかってんぜ。ダメよ、ただし外人さんに話しかけても迷惑でしょ。余計っす。My wife always talks about it since then. But I don't believe her. Is that a purple road somewhere in Japan? You're Japanese, aren't you? Do you know the word tsuparakateru? She said it means a guy who is stubborn, honest, sweet, and always does his best.I don't know if it's true or not. Since she's just wife of a poor farmer like me, she can never go to the Orient again. She needs to love her money, don't you think? Do you understand Sparkateru? Yeah.I never thought I'd hear the word in this kind of place. It sounds nostalgic. So, do you happen to know Yokesu? Yokesu? No, I don't. Okay. Thanks for the water. My pleasure. Sorry to keep making you talk to me.You were on your way to New York, aren't you? Stop by again on the way back. I'm Michael. My wife's name is Samantha. Thanks. My name is Mamurasaki. Jun Mamurasaki. What are you going to do in New York? Shobu suru junbi ga dekita kara. Yume o hori ni iku no sa.Uh-huh. Are you Sparkateru tip? Ah! Zenkai de na! I still think so even now. Yorkis! It's Yorkis! Stop him!What are you talking about? He's also Japanese. His name is Mamurasaki. Really? Well, let's make one more effort. Yes. Let's tsuparakaru.The purple highway I saw in Tsujido Beach still lives to my heart. From Samantha.